こんにちは。こんにちは。ご無沙汰してます。お久しぶりです。お久しぶりです。いや、昨日イソのシーズン来ましたね。とうとう来ましたね、はい、この時期が。で、今回、はい、制覇を出させていただきますが、作っていただきました。で、この軽さって今までたくさんチャレンジしてきたじゃないですか、はい、軽くするといろんな障害が出るって言われてましたよね。そうですね、はい、調子であったり、はい、強度であったりっていうところですよ ね、 で、 すね、はい、でもこれ今回それをクリアしてすごいなと思いましたけど、何が変わったんですか、まず。はい、やはりですね、材料の進化っていうところが大きいかなと思います。高強度の材料が出てきたというところがですね、やっぱポイントになるかなと。あとですね、設計技術の進歩、あと製造技術の進歩がありますので、制覇をようやくですねリニューアルすることができたという形になります。なるほど、はい、でも僕のイメージ、軽い竿っていうのはもうパンパンに硬くて曲がらない竿っていうイメージがあったんですけど、今回違いますよね、はい、それもやっぱりその設計のやり方なんですか。そうですね、やっぱり設計の技術がもう飛躍的に進歩してますので、まあ、ESS 設計と呼ばせてもらってますけど、そちらの方で設計しております。それで、高弾性素材を使った時のデメリットであるその硬くなるような現象ですね、それを、粘りが出るような設計に変えることができるようになってます。今その竿の調子の流れっていうのが結構粘るっていうのが皆さんこうよく言われますよね、はい、で今回その制覇は細軽重って言ってこうやわいっていう調子で作ったじゃないですか、はい、やっぱり粘りと柔さっていうのは何かこう違いっていうのを出そうと出したんですか。粘る竿というのはどちらかというと弾性率の低い竿で作ると粘りは出しやすいです。こちらはやっぱ軽さというところにですね重点を置きまして作ってますので、やはりその辺は竿の特徴が違ってきてるかなというふうに思います。だったら簡単に言うといいカーボン使って作った竿ってことになるんですね。はい、そうですね、まあ、いいというかですね、鮎竿で使うような技術を、はい、使ってやってますので、はい、普通は高弾性の材料ほど曲がりにくく脆いという性質がありますけども、やはり材料の進化、曲がっても折れないようなそういう素材ができておりますので、それのを使って強く作ることが可能になっています。なるほど。いや僕も結構使わせて、まあ、テストから一緒に行きましたよね、いろいろ使わせてもらいましたけど、まあ、細くて軽くてそしてよく曲がって、なんかこう悪いところがないような竿になったのかなと思っててで、その曲がりの質も粘るというよりも、なんていうかな、曲がった後にちょっと芯が残るような、はい、そういう調子で魚をねしっかりコントロールできる、そういった竿になっているような気がしました。まあ当然、まあ、軽くて疲れないっていうのもあるし、まあ、仕掛けのさばきもやりやすいですよね。あとかけた後グーッとこう引っ張ってきて、最後根際で結構抵抗するじゃないですか、はい、グレって、はい、それをこう操作するというか管理するっていうことが、まあ、その粘る竿よりも容易にできるような僕はイメージを持ちました。あとやっぱり感度も上がりますかね、その張りが出るというか、はい、うん、ピンとした調子になることで感度も上がってる。トーナメントっていうのは、まあ、竿の調子、竿に任せて巻いて溜めてくれば魚が取れるような調子で、はい、制覇っていうのは魚の動きをこっちでコントロールできる、はい、そういった調子だと思うんですよ、うん、で、まあ、使い分けなんですけど、はい、どうですかね、細糸を使ったりそういったこうシビアな状況でトーナメント、はい、もう僕だったら使います、はい、で制覇はパンパン魚をかけてコントロールしながら短い時間で魚を取っていくようなシーンにマッチしてると思うんですよ。そうなんですね、うん、トーナメントっていろいろあるんですよ。ゴミの重量、ね、で競うような大会から、まあ、総重量を競うような大会ま で、 でもういろんな大会があって、その中でやっぱ軽さっていうのはすごくアドバンテージになるんですよね、はい、その中でこのエアマスターっていうのはすごく強力な武器になるんじゃないかなっていうふうに思いました。
制覇は、まあ、超軽量の竿というところですね、あらゆる部分の、軽量化が、まあ、必要というところですね、いろんな部分ですね、軽量化がありました。でまずはですね、この新開発のリールシート、スクリュータイプがですね今あの人気なあのリールシートになりますので、これでいかに軽くするかというところと、まあ、これに関しては、握りやすさ、あの快適に釣りするためにそのしっかり握れるし疲れないようなリールシートをつかなきゃいけないというところで、機能と、まあ、軽量化ということを両方同時に行わないといけない。なるほど。はい、それとですね、やはりグリップの部分なんですけども、はい、トーナメントではここ別体のグリップをつけてるんですが、まあ、正反の場合はですね、一体で作ることによって軽量化を図っております。あとですね、ガイド、こちら AGS ガイドを使っておりまして、カーボン製のガイドですね、はい、これでも軽量化を図っております。このガイドもすごく軽くて、はい、糸絡みが少ない、はい、僕は本当気に入ってますけど、そういえば SMT モデルはなんかガイド1個増やしたんですよね。そうですね、メガトップモデルと同じあのガイド数に今回しまして、それはですね、SMT モデルかなり大きく曲がりますので、うん、その部分でですね糸吹けが出たりとかして、糸絡みが、頻繁に起こることがございましたので、それをなんとか解消したいというところでですね、ガイド1個増やさせていただきました。なるほど。僕もあの、まあ、SMT モデルを基本的に使ってるんですけど、はい、糸絡みは確かに減りますね。あ、減りました。で P ラインを最近ね、はいはい、使い僕もなんか流行りましたよね、はい、僕もなんかこういろいろ試しながらやってるんですけど、やっぱ絡むんですよ、普通のね、はい、ガイドバランスだと少ないと、うん、だから、まあ、SMT だと絡んだ時に折れにくいですし、またこのガイドが増えて絡みにくくなったっていうことは、またね、あの感度もいいから、はい、まあ、B ラインには SMT 最高ですよね。今までそうですね、ダイワの、まあ、今のこのラインナップ磯沢の中でまた新しいなんかこう調子ですよね。はい、そうですね。まあ、制覇ができたことによってこう選べる幅も広がったと思います。皆さんぜひ使ってくださいね。絶対いい竿です。